いやー、1年半ぶりだけどバカ集まってくれるかな。怖えんだよな。バカの深い来てみたけど、いるかなバカ。こんにちは。あ、いた。あ、いた。こんにちは。鼻くそが口に入っちゃう。そうそう、僕鼻くそ。じゃあちょっとバカすぎるかな。もう少し賢くないと困りますけど、このフェインってゲームなんですけど、はい、1年半ぶりなんですけど。1年って何分？みんな覚えてる？1年は70分だよ。バカ。そんなにあるんだ。いやもう久々だから正直何も覚えてないですけど、うん、何も覚えてない、役職も覚えてないし、どうやったか。でも4人にやるの限界を迎えたじゃん、まあ1年半前、まあ、終わった気がするな。もうだいぶ何度も迎えてると思います、うん、で前なんかね、バカって役職がこのフェインにおいて特徴なんだけど、うん、バカがいると、そのバカがその自分の役職だと思い込んでる役職が、本人が本物がいんのよ。何言ってんの俺、はい、おい何言ってんの俺。いや分かる、意味言ってる、合ってる、分かってる。そのバカの相方がいんのよ。分かんないけど、だから同じ役職が被ってなんか、もう分かっちゃうわけだよね。そうそう、白がちょっと分かるみたいなのがあったんだけど、それがアップデートでどうやら治ったらしいので、分かったんだ。あ、そうだから、バカはかぶりとは限らないと。そうそう、バカは例えばポリスだと思い込んでる人で、本当のバカってことだね、うん、そうそうそう。なんだけど、まあ何がいるか分かんないというかね、もうちょっと偽れやすいようになってるらしいので、相方で特定することができなくなった、うん、じゃあもうとりあえずもう一戦目はひどいと思いますけども、まあ、見てる人ももう忘れてるし、俺も忘れてるから、ちょっと適当にやってみましょうか。 OK、はい、待ってればいいのかこれ。ああ始まった。行きますよ。あ、みんなキャラクター。はい、はい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 。あ、はいはいはい、役割が公開されましたと。そうそう、左上に、はい、緑になってたら普通の人で、それぞれ赤になってたらまああれですね。でバカが一人います。ああ、なるほどね。ああなるほど、自分がこの役職だと思ってる。そう。で左上に合わせたら自分の役職の能力みたいなもの載ってると思うので。はいはいはい、載ってますね。はい、うん。これは投票で最初ね。これはまあ、まあまあまず入れないと思うけど。そっかそっか、これ今投票か、うん、危ね危ね、適当に押しちゃったところだった。はいはいはい、これはじゃあスキップしていいんだよね。最初はスキップなんだよね、きっと。スキップしちゃおっか、ね、まあいきなり投票は無理があるもんな、これ。そうだね、スキップしよう。はい、どうした。ガシさん、なんか目いじってる。え、何言ってんの。なんか目なんかパッチリしたな、合わないよ。何、なんかちょっとかぶってるしな、あいつら。物が少ないのよ。かぶってないし、ちょっといじれるようになったんですね、ボキャブラリー。これで夜の行動、夜の行動で、まあ、それぞれ役職があると思うので、はいはい、これすればいいってことね。はい、じゃあこれします、まあ、ちょっとな、チャット欄、これチャット欄は何なん。チャット欄はまあ本来はディスコないから。そ う,、ね、あ、そういうことか。まあ今回ディスコあるから、まあバカがやってるけど、ちょっと待ってよ、俺の能力はこうすればいい。これはあれですので、これでいいんだよな。はあ、はあ、はあ、こうしよう。はい、これでいいか。これで使ったことになるのかな。これでみんな選択したら終わるの。うん、そうね。この80秒待たなくていいってこと。これやらないっていう選択はできないのか。確かにね、スキップみたいなのないよ。ああ、まあ、役職にあんのかな、どうだろうね。あれでも行かないってできたっけ。俺多分決定行かないはできるんだけど、まあ、何も押さないとかだよね。あ、これちょっと時間長すぎたな、じゃあ。時間どうしても待たないといけないんだ俺。待たないといけないかもしんない。あ、まあ確かに今別にキャンセルとかもできるもんな。そうだね。ああ、もう一回押したらキャンセルになるわ。え、せっかく時間あるから変えようか、どうしようか。確かに選択をいろいろ考えればいい。時間長すぎたら直すこともできる。すごい後悔してる。そう、まあ60秒ぐらいでいいかもしれんね。そうね、60秒、うん、そうね、ちょっとないと怖いからね。30秒ぐらいいいんじゃない。30秒でもいいんじゃない。30秒即決するか、うんうん、そうね、確かにサクサクする、うん、サクサクいこう。もう時間長すぎたな。ない。僕はね、うん、あれなんで。てかもしかしたらもう殺されてるかもしんないわけでしょ、これ。そうね、
うん、あ、そうなの。インポスターいるから、うん、インポスターも殺す行動できるし、うん、まあインポスターの役職をこなすこともできるけど、絶対いるんだもんね、うん、インポスターね。これインポスター一人います。おバカもいるんで。おバカもいる。あ、だからそうだよね、やってると思い込んでる可能性あるよ。自分が思ってるやつじゃない可能性全然ある。この後に議論タイムとかあるんだもんね。ある。まあ殺されたら喋ってもいいけど、まあそんな議論は参加できないね。そういうことか。ああ、そういうことか、そういうことか。まあ、はいはい、喋ってもいいけどぐらいの感じだね。おお、みんな生きてる。あ、生きてる。お、生きてる。おお、朝迎えられたじゃん。あれ、誰も死んでないんだ。そうだね。ね。死んでないね。え、これは。これこっから議論開始だけど、うん、うん、なんか言えることあるんだろうか、はい、時間長ー1200秒まあここはねスキップできるからね。あ、そうね、うん、そうね、確かに長い。1200秒びっくりした。20分思ったより桁多かったから大でバカだからえ、どうしようかな。なんか前ネズミとかいたらここでなんかピキーンみたいなのあったけどないね。あ、やった気がする。確かにそうだね。なんか能力使った感も別にみんなそんなないな。わかんないね。なんか言わないとわかんないのか。みんななんか言うことないの？あるだろ。これ情報明かしていいのかな。ね、そこがもうわかんなくなっちゃってるわ。何も起きなかったからさ。少なくともインポスターは殺しをしなかったか、もしかしたらなんかポリスとかに守られたとか、うん、はいはいはい、できなかったっていうパターンね。そう、なんか殺した人をドクターが家に行ってたらなんか守ってるみたいな、うんうん、ああ、そういうのあったっけ。即生き返らせるとかもあった気もする、ね、ええ、あったあった。ドクターはそんなんだった気がする、うん、もしかしたらインポスター殺してるかもしんないけど、うん、まあ、ドクターが実は生き返らしてるみたいな、うん、はいはいはい、これは何か言ってもいいかもな。誰かはでも俺やってやりましたよみたいな感じ出してバカだったらすげえ恥ずかしい。そうなんだ、実は何も言ってありえるよ。そうなんだよ。だから俺バカってそういうことだもんね、うん、じゃあレッサンは何だろう。俺は信用してもらえるかわかんないんですが、はい、もうスキップしたがってたけどできなかったじゃない、スキップというか時間をね。はいはい、はい、ああそうね。私はちょっと挑発者という役職でして、あ、そんなのそう、夜に2票入れることができるんだけど、今はこの1日目に2票入れてもしゃあないじゃないですか。そうね、びっくりしちゃう、いきなり2票入ってたら。そうそう、なんかしたかなってなっちゃう。そうそう、気に入らない相手を入れるしかできなくなっちゃうんで、だからまあスキップできなくてもじもじしてた何もしてない男です。挑発者って赤の可能性あんの？挑発者は赤の可能性もあります。あ、ね、ああ、なるほど、はい、だから可能性あるよね。うん、じゃあ情報明かしますか。はい、先に明かした人はちょっと拾い寄りになりますよ、一応ね、うん、私ポリスメンやってましてね、はい、やらせていただいてまして。警備したか。ガッチマンさんの警護をさせていただきましたよ、はい、そうですね、あの警護じゃなくて私ドクターなんですけどレトルトさんが殺されるんじゃないかと思って。え、なんて向けて。あ、レトルトさんを、もし殺される可能性があったら、はいはい、そう、守りに行こうかと思って行ったんですけど。ありがとうございます。もうそれ許しませんでしたね。許しませんでしたよこれに関してはそんなことは俺たちバカじゃないと思う、多分。だから確かに、うん、間違いない。だから警護は確かにあれだもんね、出れなくするんだもんね、確かポリスは。そう、うんうんうん、ちょっと待って、あれ、あいつ、うん、タイムタイム、ここおかしくなったな。なんだ、バカか、これ俺バカかこれ待って、これアップで入ったんだよね。これアップで入ったんだよね。アップで入ってるはず。僕ポリスで、あ、バカ牛を僕が止めたはずなんですよ。バカだかな、バカ、バカかも、バカ、うん、俺止められて、牛は出れてるわけでしょ。俺は出れた。少なくともここに矛盾が生まれてる。まあでもちょっとね、俺多分みんななんか疑いはあります。俺だってもしかしたらシリアルキラーとか殺しインポスターでレトルトさんを殺し行った可能性もあるので、でもそれは証明できないね、うんうんうん、今のところは。そうだね、そうね、ウッシーがポリスで俺がバカの可能性が高い今それだけ。いや、でもそれ修正されたはずなんでしょ、あの役職。本当にたまたま被っただけが、ね、まあまあそれ被る可能性は全然ある、まあ、わかんないね、うん、修正されてなかったわ、笑うね。でも今話がもう俺とガチさんとウッシーは繋がっちゃってるから、うん、もうこれ確かに辻褄は合ってるね。いやいやいや、俺ではマジでないよ、辻褄は合っちゃうな。ああ、まあバカでってことか、うん、だからそう分かっとくか。いやいや、マジマジで、まだまだ早い、本当にまだ早い、本当にまだ早い3人のうち、いやもうね、はい、メタ読みでも何でもいいけど、
うん、嘘ついてる可能性、はい、この3人の嘘ついてる可能性ある人を一回議論してほしい、マジで。だから俺は分かんないんだよ。だけど俺は次出せないようにすればいいんだよ、またウッシーが。でしょ、この中で一番白っぽいのはウッシーか、うん、3人の中だったら。まあ、トカさん止めてる事実あるしね、うん、平等な気もするけど止めてる。だから俺を止めてる限り、でも、うん、死者は出ないはずなんだよね。まあ、単純に殺しに行ってない可能性もあるしね。あ、まあまあそうか。なんか初め怖いから、うん、とりあえず役職をしとこうみたいなには、ね、確かに心理的にはなりそうな気もするから。でもここで様子見て昼を荒らしちゃうの？だって、待って、警備員はインポスターにならないんじゃなかったっけ？ならない、ならない。ポリスはもう、わかんない。あれそうだっけ？ポリスはな、ポリスなる、ならないんだっけ？ポリスなるよ、ポリスなるよ。なる、あ、なるあ、なるんだ。なるなるなる、ポリスは普通に。ドクターはないよね、確かに。ドクターとおバカがないだけだね、あ、そうか。あ、じゃあ、もしかしたらウッシーが本当は殺しに行った、行けるんだけど、行かずに俺を止めたってこと？まあ、初め予想的に見たら、その可能性もある。そうなんだろうね、みんなから見ると。可能性もあるし、デトさんがそのまま行った可能性もあるし、あと俺が嘘をついてる可能性もあるってことだよね。で、バカはほっといていいんだもん。あいつはバカっぽいな。でも、でも、もういいんじゃないですか、最初から。バカだ、バカだ。ちょっと、あの、こいつ、いいんじゃないですかね。最後に言ったから、こいつバカ、あの、バカのフリしてるかもしれない。あ、でもバカいるのか、絶対一人。あ、バカのフリすることも、まあ、理論上は可能なのか、一応。ただ、レッドさんがバカの可能性もあるよ、全然。まあ、俺のバカの可能性は全然あるよ。俺は何もしてないから。そう、だから、この二人のバカの可能性あるから、なんとも言えないの。あ、待って待って。挑発者はバカにならないとかあるかも、はい、なんか書いてあったかもしんない。そうなんだ、ね、なるほど、わかんねえもんだ。なんかね、なんかちらっとさっき書いてあったような気がしなくもない。不確定すぎるじゃん。俺は何も把握してないのよ。いや、俺も分かってない。それちらっと見ただけだからなんとも言えない。じゃあもうカッチさんがバカの可能性もあるよね。バカとし、バカとして出ようとして牛に止められただけの可能性はあるから。あ、その可能性はある。あ、そっか。じゃあ全部あるじゃん、結局バカは。いやいや、バカは絶対俺でしょ。バカだな。だって、まあ、だね、ポリスでウッシー止めようとしてウッシー出ちゃってんだから。そうね。あ、確かに。お前はマジ、お前はマジモンのバカだよ。俺マジモンのバカだから。本物だから。俺もう入れ、入れ、レッサンにいるじゃないですか。いやいや、俺じゃないって。お前いいの、先輩になるけどいいの。いいよ。いいのか、本当に。俺に出ていいのか、本当に。知らないぞ。投票か、投票するかどうか。でも自由ですもんね。私はバカ人の自由ですもんね。いや、本当にダメだってこれ。俺は普通に牛だと思う。ダメだ。いや、キヨ君の可能性もあんのかな。いや、マジで俺じゃないからな。もう 2票入ってるけど。もう入れちゃったんだもん。まあ2票あるからまだなんとかなる。最後の最後の1人1回ちょっと牛に入れて合わせてよ。俺じゃないから。最後の1人誰だ、誰だ。今2票1票しか入ってないから1人まだ入れてないよね。あ、誰か。あ、ごめん、俺でした、すいません。本当にどうどうしようもねえな、マジで。ごめん、俺だったわ。これは勝ち。いや、いや、俺はあれだよ、あの、挑発者だったから俺じゃないよ。あ、今緑色で挑発者で確定だったってことね。そう、緑色で挑発者って出たから。なるほど、そういうこと。じゃあ今のは3票入ったのがバカってこと、入れたやつらが。入れたやつが、まあ入れたやつの中の2人がバカだね。ああ、そうか、1人はできてるわけだからね。そうか、うん、ああ、そうだね、インポスターは当然だもんな、それ。そう、俺は分かんないから、インポスター確定した瞬間、ものすごい怒る。インポスターはそっか、1人いるのか。1人いるんだね、これ、ね。いや、そりゃそうだろ、そりゃいるよ。全然俺の話聞いてくれなかったから。入れちゃえって思って。入れちゃえじゃないのよ。なんか2日間も投票なしなのもあったしなって。長いしな、そんな時間長いしな、この時間長いしな。挑発者いるとね、挑発者いるとベアかけちゃうからね。急いじゃったから、すみません。まあもう長いからね、これ死んだ人も分かんなくしてるんで。俺も分かんないです、誰がインポスターか。絶対もうあと1分もいらないもんな、これ。いらないもんね、もう多分だって次誰かが殺して終わりでしょ。終わりおしまいだぞ。おしまいですね。いや、もしかしたら、でもあれでしょ、一応ガシさんがさ、警備員というかポリスなわけでしょ。俺じゃない、俺は。ウシがポリスだね。あ、ウシがポリスだから守れたりとかするかもしんないし。そうね、その働き次第で。あ、なるほど。ウシはバカじゃない説があるから、まあ、ウシ殺しに、あれも。ウシ殺しのポリスじゃない。殺し殺すかもしんないね。殺し屋ポリス、うん、殺し屋ポリスだと思う。
長いな、マジで。長いよ。長いな、この時間何の。ちょっと雑談をね、雑談していただければ。あと20秒、こんな長く感じると。いや、でも、挑発者はちょっとあんまり良くないよな。挑発者いらないよね。挑発者使いどころあんまないよね。4人だと特にないよね。で、独断で2票入れる状況ってなんだよって話。もう初めに入れてやれよかったな。誰かとりあえず1人、うん、おめえだっつって使えますみたいな。あ、始まった。誰か死んでるじゃない、はいはい、これこれインターバルタイム、ね、動きが始まりました ね、 これインターバルタイム始まりました。はいはいはい、一番左下のこのガシさんのお前バカだろ腹立つなこれ。ずっと出てんだよこれ。どうやって打ったの。打てないんだよな。あ、今打てないだけ。後で打てる。あ、ガシさん、あれガシさん、ガシさんどうした。お腹壊しちゃってさ。俺守ったんだよ。目キラキラしてる。守ってるふりなんだよお前。お前守れるわけないのよ。バカなんだから。勝ったー。うわー、お前が。いい、いいねこれ。うわあ！当たり前だろ。殺人。ほらー。あ、殺人ポリス。ああ、まあこういう。殺し屋ポリスだ。殺し屋ポリスだったー。ほらー。殺し屋ポリスでした。まあ一旦目は様子見でね。そうね。殺し屋しないするの怖いからね。まあこれ割とよくあるパターン感あるよね。まあまあまあ。これって前もさあれだったんだっけ？インポスター側と村人側で分かれてたっけ？どういうこと？同じバカと同じ役職入っちゃってたわけじゃん今回も。そうね。あ、でもあれだな、白角になったからウッシーと一緒だったんだよね。確かにインポスターと一緒だったのかバカが。だからそう、ね、白角になってないからやっぱアップデアされてるねこれ。されてんのか。前と変わってんのかも。前は両方白だったのか、うん、そうね。そうね、そういうことか。共通役職はもう白みたいな。はいはいはい、はい、変わってね。そういう感じだった気がするよな。挑発者消せないの。挑発者の時がっかりだもんな自分が。でも挑発者消せなそうだな。消せないのか。消すマークない。票入れることができます。まあ仕方ないな。まあなる可能性も低いからね、こんだけあるから。時間短くしよう、うん、時間短くします。まあ投票時間は別にいいもんね。役割時間が30秒でいいんじゃないかって。そうね、40秒にしようか。じゃあ一応、はい、見る時間もあるし。じゃあ行きます。はい、チュートリアルは終わりだ。よし、本番だ。はい、が来る。おい、はい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 、この役職ね。で、左を押したら出ますという感じ。ああ、なるほどね。はいはいはい、なるほどね。もうもう、あ、もうこれはスキップでいい。もうここで投票はしませんよ。まあまあそうだね。ここはね、うん、おやすみなさい。もしかしたらもう殺しに、おやすみなさい、殺しに来るかもしんないもんな。まあスピード殺人、そうじゃないこれは。全然あるよ。今回はこれだな。よし、俺はこれだ。よいしょ、俺これだな。よし、ガシさんまたなんか言ってる。本当だ、ガシさんがバカみたいになってるけど大丈夫。ガチマンバカって書いてある。ガチマンバカ。急いでたから。あ、これぐらいでいいね。時間はちょっと打てねえな。確かに。あ、今打てないよ。ね、あ、ちょっと今打てない。今打てない。そういうことなんだ。投票の時に。そうね、投票の時に俺あれやってさとか、それはダメだもんな。あ、そっか。そうそうそう。はいはいはい。あ、もうまさか。ちゃんと能力発動してた。あ、やってるね。いい感じ、いい感じ。動いてます。して動いてます。はい、よいよいよ。あ、優秀優秀。なるほど。いや、有能だな。それぞれが動いていますと。はい。まさか死んでないよね。あ、でも。お。なんもねえの。みんないるじゃん。なるほど、何も起きなかったな。特に何も起きなかったね。え、これはバカの可能性はあるんだよ。何で。そうね、バカの可能性ある。何もできてない可能性。自分信用できないからな。これはどういうことだ。ああ、何も出ないか別に。いや、どう。じゃあ俺先に言えますね。はいはい、ほい。スーパーマンさん、あなた、はい、うちに来ましたね。あ、行った。あ、行ったよな。これ行ったんだろうな。うん、来てます。私トラッカーなんですけど、足跡残ってます。はい、おお、はい、あ、ちなみにバカも行くからね。行きはするからね。あ、ほんと。何しに来たんですか。その効果とか出た時にそれは全部デタラメだけど、行きはするからバカも。行きはする。ああ。僕行っていいですか。じゃあ、はい、僕ルックアウトで。ルックアウトは見るんだっけ。はい、はい、その人の家に誰が来たかっていうのを見れる。うん、なるほど。はいはいはい、でガチさんの家を見に行ったら、はい、ガチさんの家には誰も来てなかった。おお、繋がったね。繋がったよ。はい、ほら。あ、お前本当にルックアウトか。あれ？おい、やめろ！
あ、バカ。私ルックアウトなんですけど。いや、私ルックアウトなんですけど、俺が見に行ったのはレトさん家なのね。はい。で、レトンドさんの家にも誰も来ませんでした。ええー。俺はどっちかバカ、まあ、嘘でしょ。なんでお前らさ、俺バカだ。連続バカある、これ。じゃあ俺の可能性もあるんだよ。そうだよね、そうだよね。まあどっちも別に何もなってないし、そう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 、ちなみに私はトラッパーだったんですけど、はい、トラッパーってなんだっけ、罠か、そう、罠足で、うん、まあ夜に仕掛けてその家に来た人を、うん、まあ一人何もできなくさせるっていうことで、まあ、牛の家の前にトラップ仕掛けたんですけど誰も来なかったっぽい。ああ、みんなそれぞれ交互で行動してんの。まあでも、あ、まあバカかもしんないけど誰も来てないから、まあなんとも言えない。全員不発だった面白いな。ガッツガさんはなんだっけ。俺はなんだっけ、これトラッカートラッカーで足跡が、足跡マネジメントは今日がこっちに来たってのを確認、いうのを分かるってことね、うん、自分ちに誰が来たか分かるってやつか。来てますね。そこはでも2人ともつじつま合ってますね、この2人は。トラッカーは何、ずっと自分ちだけ調べれるってこと。誰の家でも調べられるんじゃない。キョンチの前にあのオイルみたいなの敷くと、それをキヨが踏んでどっかに行くのが分かる。だからキヨ君がどこ行ったかが分かるんだね。そうそう。ああ、そういうことか。はいはいはい、はい。ってことはガッツさんは結構なんだろうな、確かにガッツさんだけはバカじゃないのか。じゃないっぽく見えるな。じゃあこれ証明されたでしょ。いやでも、いや今までの流れだと俺かもしれない俺らは、いやまあ俺ら全員バカの可能性あるよ。でもガッツさんはバカじゃないけど、うん、まあ敵側の可能性もあるからね。そうそうだね。そういうことか。トラッカーの可能性もある。ここで誰かが死んでたら白になるんだけど、死んでないから別に、ね、うん、まあなんならバカじゃなくなったことによって黒でやる可能性の方がちょっと上がってよ、ガイさん。なんなら、おー、そうなのか。バカではないから。バカじゃないよ、ね、バカじゃないんだよね。まあ一番ガイさんは怪しい男になったかもしれない。まあまあまあ、まあ、私は、まあ、でも全員にインポスターの可能性、まあ、今あるよね。ありますね。今回全員スキップにして情報増えたから、まあ、とりあえずスキップにして、まあ、確かに今回もスキップでいいかもな。次は行動するね、きっと。焦って行動するね。これは動くぞ。絶対に殺しに行くインポスターは。どうしよっかな。これ、まあ、内部的に怪しい人を守れるかも。いや、こっちかな。じゃあ、面白いぞ。なんか殺されそうな気がしなくもないな。大丈夫かな。まあ、そうだね。インポスターね。可能性があるが白角に。俺を殺してしまうと。そうするか。そう、疑いの、ね、目が。バカって分かれば逆に白角になるからね。そうね。ああ、そう。うん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 。俺生かされるかな、やっぱり。誰か死ぬぞ。ちゃんと能力活動しているでしょ。はい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 。さーてと、夜の行動守れる可能性あるのは俺のトラップぐらいか。行ってきまーす。そうね、俺は。あとはまあ、あれ？あれ？あれ？どうした？あれ？嘘。あれ？おい！やべ！やべ！あれ？俺ちょっと後半に喋りたいことあります。まあ、いや、もう分かるけどちょっと足痛えなあ、うし、なんか足痛そうねちょっと今、足痛えかも。なんか足痛そうね。トラッパーはなんだっけ、人にさせないんだっけ。トラッパーはその家に罠仕掛けて、その家に来た人を、まあ、行動させなくさせるんだけど、なんか緑色の血ついてるわ、俺の罠。そう、いってぇ。なるほど。あー、なるほどなるほど。藤田さん、スーパーマンさん家に何しに行ったんすか。まあ、ルックアウトですよね。偵察しに行きましたよ、あいつ同業者なので。それはできなかったってこと。できなかった。家行ったら、足キャーンってトラバサミで挟まれたので泣きながら帰ったんです。そんなの。じゃあ今ちょっと痛いんだね、足まだ。そう、今まだ痛む。赤くなってるもん。まあでも、もしかしたら殺しに行った可能性あるからね。なるほどね、そういうことだね。だって今回焦って殺しに行く可能性はちょっとあったはずなのに。高かったよね。うん、って考えたら、まあちょっと怪しいかな。私はですね、はい、レッドサンチを見てましたね、うん、はいはいはい。レッドサンチに誰が来るかっていうのを、うん、結局誰も来なかったですね、うん、まあそうか。うん、ガチさんは、まあ、ガチさんしか来る機がないんだけど。そうですね、俺しかいないけど。俺はゴッソも何した、不審地に行ってトラック仕掛けようとしたんだけど、うん、出てきませんでした。
これ出てこないって判定になっちゃうんだね。ああ、え、そう、あ、そっか、うん、そうなのか、そういう判断失敗した場合は。そう、今足音 ないよ。あの前までは行ったんだけどな。そっちが行ってるから足跡つきそうだけどね。つきそうだけど、ね、でも思うけどね、出てはいるんだろう。実際出てないのよ。バカの可能性ある。あ、そうなの。右下に判定は出てるんだけど。あれ、バカか。あれ、バカか、俺。え、俺バカなの。え、俺がバカだった場合ってトラップにかかんの。ちなみに、俺それもわかんないもんな。かかるかかる。あの、かかる。多分かかると思うけど。いや、かかると思うよ、かかると思うよ。わかる。うん。わかる。かかる。あ、でも、ガイさんがバカだとしてもかかるのか、誰かには。でもさ、出た判定になってないよ。俺、足跡ついてないもんだって。出た判定にはなってない。ウシ出たの？いえ。いや出ましたね。いや出てきてるから、まあ歩いてはいてるから、ね、足跡的にはなんかつきそうな気はするから。つかないみたい。設定的にはさ、ね。いやでもガチさんがバカな可能性あるよ。ガチさんバカ。確かに。ああ、さっきはたまたまで偶然会ってたんだけど。ガチさん実は何もしてない説があるのか。ああなるほど。わかんないけど。ガチさんがバカだったら。まあ、うん。ガチさんがバカだ。俺とウシがバカの説がなくなるってわけでしょ。うんうんうん。そうだね。難しい。まあ俺もだけど、まあ俺はまあバカじゃないね。もう牛かかってるって言ったから。まあそっか、俺も、まあね、俺はとりあえず、バカではない。あでもガチさんさっきはたまたまバカで、キヨくんの、あ、待って、でもさっき俺がガチさんち行ったって分かったんだよね。うん、それ分かった。確かに。で今は出てないのよ、だから判定が。判定は出てるんだけど足跡は残ってないことになってる。どうなんだろう。まあそトラップの影響なのかな。なんかどっちかが優先されるとかなのかな。そう、行き着いてないから家までは。そう、行ってないやつか。家から家までね。そう、アニメーション的には動いてたけど、まあ行動してないことになってる。なっちゃうかも。まあ可能性はあるか。そういう判定になるのかもね。え、ちょっとわかんないでスキップしますね、僕は。はい、私もわかんないです。もうこれ何も分かんないんで、ね。誰かが死ぬまでスキップすることになっちゃうこれ。まあでも誰か、わかんないもん。誰か死んだとしても今ものすごく情報は増えていってるから、まあまあ、ね、死んだ後の議論で犯人当てれば勝ちだから一応。まあもう本当にワンターンで決まるだろうな、うん、ああそういうことか。もう誰かが死ぬ。あ、誰だろうな、これわかんないね、まだこれまだ全然わかんない。わかんない。俺も普通にまだ疑われてるよね。いや、 いやもちろんもちろん。ああそうね、トラップかけたけど単純に殺してない。割と全員平等といえば平等。まあここを順番にやって、どうしようかな。まあ牛がトラップかかったのがまあちょっとどうなんだろうな。いやこれ私はガチさんと牛のトラップ重なりは効果がどっちか優先されてるわけだもんね。ついね、もう一回動きますよと。もう一回疑われちゃうな。見させてもらいますよと。逆に言えば俺がこれでいいのかな。やられそうだな、なんか俺が死んだとしたらなんかどうだろう。わからん。あら、お、あ、ちょっと待ってね、靴ひもがなかなかね。じゃあ生きてんのよ。じゃあ生きてんだ。え、バカだ。バカ、俺バカなの。ウシバカだったの。え、やっぱウシバカだったんだ。ウシバカだったんだ。バカなの。え、私これ勝ちましたね。勝ちましたね。はい。レトルさん、あなたうちに来ましたね。はい。はい。で、間違いないですよね。間違いないです。ということは、あの人。ということは？え、ちょっと待って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 。いや、だって俺言ったし、もうバカじゃないからガチさんは俺やったし、俺はガチさんのとこに罠仕掛けに行って守ろうと思ったっていう事実。で、その、それをお互い知り合ってるってことは、行動してるわけでしょ。お前だけ行動してないじゃん。え、俺行動してるって。一応聞いてあげようかな、ね、一応ね、一応でしょ、うん、俺は、うん、レッドサンチをもう一回見て、うん、夜、うん、誰も来なかった、うん、あ、そう、じゃあなんか俺わかんねえから俺スキップするわってさっき言ってたら、なんか初めに言ってたな、あれはみんな賛同して入れてたし、どうなんすかね、あれなんかなんかもう早く終わらせようとしてる感じがありましたけどね。そうですね、そうでしたね。まあ、もういやそれに関してはみんな賛同してスキップしてたじゃないですか。お前メガネ取れよ、お前なんだそのメガネ。ふざけてんのか。はい、もう、はいはいはい、同じ髪はいられんだよ。同じ髪型はこの村にはいられんだよ。同じ髪型は動機判明した。たまにコナンである意味のわからん動機のやつ。判明したぞ。しょうもない動機のやつ。もう俺は入れたぞ、ガチさん。あ、俺、じゃあ俺入れますね。はい、あ、俺言った？俺言ったよ。
いや入ってない。もう一回なんか。あごめん。俺でした。はい。はい自分に入れてる。3票入ってる。あるか。あれこれやっぱりさ、同じになってない。確かに。いやでも全部違うじゃん。あでもそっか。でもあれまあまあ俺はルックアウトだと思い込んでたけど。そうそうそう、で対抗にはなってるけど、連続対抗になっちゃってるよね。そうね。まあたまたま。たまたまなのかな。たまたま。でも前はだってインポスターにはならなかったもんね、絶対。なんなかった。なんなかった気がする。そこはだからそこはまあ変わってんのかもな、とりあえずは。まあ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 。まあやってればわかるか。ああでもちゃんとなんかできるようになったね、なんか。まあなってはいる。もうね。うん、ってことはガシさんは本物だったからトラップでかかったら歩いてない扱いになるってことね。トラッカーはわかんないってこと。そうみたいだね。はいはい。そうだね。オッケーオッケーオッケー。合ってたわけだもんね。うん。はいはいはい。間違いない。バカでも罠にはかかるんだ。そうみたいな。バカでも罠にかかるし、実際に家までは行ったんだね。行けるんだ。そうそう。ただ足跡はつかないと。そうね。はい。オッケーです。不思議だな。はい。面白いな。さてこれはバカじゃねえよな。はいはいはい。いろんなことの役割なんだっけ。役割ちょっと見させてもらいますよ。はいはいはい。これね。ああなるほど、なるほどね。これいいな。とりあえずこうしておくか。スキップですよと。はい。あ間違った、ごめん、レッスン入れちゃった、間違った、ごめん。あ本当だ、ごめん、待って、間違った。あーもう俺が挑発者だったらお前に入れるからな、は言っとくけど。ごめん、憎くて。お前さっきなんか言ったよなーってのに刺さってたのかな。どうすっかな。まあそんな考えることもない、もうこの人これでいいや。まあこれはなんとなくですからね、最初の一旦目。まあでもなんかそろそろ始める一旦目にもう殺そうっていう感じあるよね。即キレくるよね。さっきキヨさんはやっぱ結局情報が増えすぎちゃったんだもんね。そうだね。そうね。だからそれ必ずか、キヨが殺そうとしなかったんだね、2ターン目までは。しかもごじってるから。そうだわ。いや確かに情報与えすぎた結果バレるのあるか。そうね。ダオ絶対バカだもんなこれ。確かになんかバカいるな。バカなお。バカなお。なんかあれちょっと待って待って、これこれなんか、あこれ即キルしてくんじゃないかなって。ありえるね。まあ一旦様子見てたもんね、今までは。そうね。自分の身守れよ。おえ？あれどうした？あれ？お前あれ死にながら言ってたのか今。おはよう。死んでるって分かってて行くだ。ドクターだ。ドクター。あいつ爆発したのかな、ドクター。人はいつ死ぬと思う？ヒルルク、ヒルルク。あいつアミユだけ食べたんだな、きっと。あら、あら、黙ってみてよ。そっか。え、これどういうことなんだろう。バカなのか、バカが混じってるのか。昨日さ、うん、スーパーマンさん家に2人行きましたよね。大人気だった。俺も行って、大人気だったんですよ。いや、俺も行った、俺も行った。お？それ言おうと思ったけど。ガチさん、はい。俺も行った。だよね。うん。俺もね、バッチリ見ちゃったんですよ。みんながいると、全員その部屋に行くのを見ちゃったんですけど。だからどっちかは殺しに行ってるわけよね、それ。そういうことになるね。そうですね、そうですね。ガシさん目線だと。いや、まあでもちょっと辻つま合いすぎてるもんな。ガシさんはそうなのかな、本当に。ガシさんはもちろんですよ、そりゃ。もうそうなっちゃうな。どっちかがやってますね。ガシさん次第だよ。俺もガシさん次第だけど、じゃあ俺は言いますけども、あの、スーパーマン、言わないでね。はい、俺はスーパーマンのところに何も言えることないし死んでんだから。いや言えることがあるの、言っちゃダメよってことで。俺トラッカーなんだけど、はい、トラッカーは、うん、まあ選んだ人がどこの家に行ったかが分かる能力なんですね。でスーパーマンを選んでたんで、スーパーマンがガッシャンの家に行ったことが分かるんでね。ドクターでね。あーそうそうそう、だからドクターで守ろうとしてたっていうことが分かるんですけど、まあスーパーマンどこ行ったかは言わないでっていうことだね。はい。ああ、なるほどね。うん、あ行こうとしたっていう段階でも分かんのそれ。まあ、いや先に行ったと殺されたんだと思う。うん。ああ、なるほど。うん、そういう前後の仕方するんだ。多分殺しは最後なんじゃない。へえ。ああ、どうなんだろう。まあ、とりあえず足跡がそのスーパーマン家からガチさん家に伸びてますね。まあ、行こうとしたとはね。うんうんうん。牛田さんはまあ、俺の中ではもう確定だけど。まあそれは俺の中でも確定で同じなんだけど、
まあそうとは限らないけどね。いやポリスやってて、うん、家に出さないようにしてたんだよね、家からか。はあ、誰よ？スーパーマンさん。ああ、だからそこじゃあ お互いに矛盾してるってことだね。そう。でスーパーマン出たってことだ。はっきりとこれはもう矛盾してることになる。出さなかったとしたら本来は足跡はつかないんだよね。つかない。さっきのやつで言うと。そう。うん。え、これ無理じゃない？今判断すんの。ガシャガシャ、次殺されたら終わる、終わるから。確かにね。次殺されたら終わるから、ガシャがもう決めなきゃいけない。そう、これガシャが決める場面まで来てる。これ情報なさすぎない？たまにの絶対無理じゃない今なんか判別する。いやいやいや、俺らが喋ったさ漢字とかさそういうのでも当てるしかこれはない。なんか怪しいなとか。スーパーマンの仇を取ろうよ。どっちかがバカと。俺としてはもう1票ずつ入れていいんじゃないか。これはもうそういうことになる。ああそうね、お互い完全にお互いの言い分が矛盾してる状態。どっちかありえない状態なんだから。だから俺の方が先に言ったっていうことだけ言っとくよ。うわ卑怯者出た。俺は先に言った後に言った。じゃあ先に言っとけになっちゃうじゃん。そういうことやるんだよ。じゃあ先に言えばよかったんじゃないの？そうですよね、ガチマンさん。いや俺はその思想ないから。先に言えばよかったじゃん。先に言ったもんガチの思想がそもそもないので私は。じゃあ別に卑怯って言わなくてもよくない？その思想があるから卑怯って言ったんじゃないの？いやあなたが言い出したから卑怯って言ったんです。私の意思は関係ないです。そうですか。さあどう思いますかガチマンさん。ガチさん分かったでしょ、これも犯人が。今俺ら情報を出し合ったから。ガチさんがどっちを信じるからな。ガチさんこれあれだよ、キヨ君の弔いだよ、頼むよ。そうそう、俺の命でこんな揉めてくれたんだから。そうだね、本当だよ。そうだね。じゃあ俺はね、この動画を作ってる動画主を信じるよ。レゾートさんを信じよう。よし、お前が犯人や。ガチさんやるじゃないか。あれ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 、浅い理由でやった。ありがとう。おお、当たり前。素晴らしい。すごい、素晴らしい、当てましたね。俺さんバカだよ。いらねえと思ったから。あ、バカなのか。でも対抗いるなこれ。いるね、やっぱ絶対なっちゃう、ね、確かに。でもレッサンバカとは違ったから対抗大丈夫じゃない。あ、俺バカだったの。あ、そうか、違うパターンだ。そうだそうだそうだ。あ、俺バカだった。ガチさんの家行こうとしてなかったから全然。うん。確かに。全然行ってないから。よく言わないでねって言われたけど何を言ってんだ。いやでもまあそれ言ったらバカっぽくもなるし。まあそうね。ああ。ああ。全部やっ。そうか、本物とで被ってたのか。あんなに確かに言ってたつもりだったのに。でそうなっちゃうんだよ、やっぱ赤と白になっちゃうんだ。何かはなるのか。そうね。ああ。そうか。なるほどなるほど。いやアドリブ重ねたわ今。あ、そうね。そうね、今ちょっと。いや俺最初ドクター名乗ろうとしたんだけど、殺した相手がドクターだったから名乗れねえってなったの最初。まあ、そうね。あ、そうね、確かに。その時に他の役職を覚えとかなきゃいけないもんで。いやー、そう、大変だもん。なるほどなるほど。いやちょっとインポスターなってませんね。なりたいな。なってない、なりたくないよ俺は。確かに。これネズミとか来ないのかな。まあ来るとは思うけどね。なんでも。ネズミは、あ、そうか、第3じゃないのか。あ、確かに見てないな。ね、ネズミ面白いのに。インベスティゲーターとかネズミとか確かに見てない。でもそっか。インベスティゲーター、そんなのあったな。なんかあったな。インベスティゲーターはあれだよな、探偵。これが占い師か。あ、人狼で言う。ああ。あ、ってわけでもないのか。間違った結果と正しい結果の。ああ、そっかそっか。まあ、かなり情報は多いね。受け取ります。うんうんうん。どっち変わってんの？ネズミ強いんだよな。ね、そのイメージある。ネズミはそうだね、占い師は1回だけだけど。はいはいはい。なるほどね。うん。了解。OK。さあ。さあ。さあ。まあまあまあ。さっきも1日目は殺したのか？さっきは。さ、殺さなかったのか？いや、1日目、即殺しね。即殺しがあったわけか。そう。ああ、スキップいきましょうか。あ、スキップ。そうね、最初のターンは。うん。さあどうしようかな。まあどこに行くかだけど。ね、俺インポスター的には初めのターンは殺した方がいいのかね。まあ情報を与えないことにはなるからね。そうそうそう、まあね。確かにね。まあ潜伏して殺せたらかっこいいけどね。まあね。よし。まあ、どうしようかな。まあこうするか。よし。オッケー。そろそろやりたいな。まあ今の流れだとキルしてくるだろうから。いやそうだね。うん、確かにね。あ、まあでもキルした結果負けちゃってはいたけどね。そっか。なんとも言えないよな。そうだね。自宅まで持ち込んでたからな。そうそうそう。まあちょっと辻褄がそうね。うん。なるほどなるほど。うん。なるほどなるほど。
あれ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 まさか今ちょっと待って あれが意識があバカだバカだバカあれこれ結構でかくないか何もわかんないぞこれであれちょっと待てよそっかあー、そっかそっかそっか、これ正直俺からしたら2人のあれ次第だわいや俺もね俺は面白情報あるつもりなんだけど俺はあんまり面白い情報ではないかもな普通かなどうなんだろういやまあ俺別に後でも先でも変わんないから情報言うのどっちでもいいんだけど、はい、いい？はい、あのガスたちにトラバサミ仕掛けてたんですよはいはいはい、はいはい、でまんまと誰かがカチャって引っかかってたわけよはい、はい、あれなのにガスさんが死んで出てきたから多分ね2人ともガスさん家行ってんだよね多分そうですでインポスターだけがすり抜けたんだよ1人しかかけらんないから罠ははいはいはい、はい、じゃあこれは多分ここランダムだから相当運なかったんだなもしかしたら守れたかもしれなかったんだそうそうそうじゃあもう確定だわ俺ドクターでガチさんち行ったらトラップ引っかかったおいおいトラップ命取ったじゃねえかそれ俺がガチさんの生存を邪魔しておい騙されんなよ普通に騙されんなよこれ普通に騙されんなよいや聞きましょうか私はトラッカーでございますトラッカーで足跡かそうそうそうでガチさんのとこ行ってはい、ガチさんの足跡を見ようとしたでガチさんの足跡はスーパーマンのとこに伸びてますああうんあれでも、でもさ、インポスターじゃない方はトラップにかかってるはずなのではで、ウッシーのトラップパート俺が引っかかってるのでね黒タップになるんじゃない投票か投票しましょうか気使い出してる村人が気使ってる投票かそろそろまあでも、気使うんだったら俺に投票しないでよまあ、いけー中途半端な気使うんだったらよ最後まで気使えよなおい動画主立てるんだろ俺らはよ立てろよ俺はおかしい話だろうがよ3秒入ってる3秒入っちゃってるということもあるちょっとこれ珍しいことになったな、ね、あこれ役職全員違う全員違うわあやっぱありえるんだねあるねおうおうおういやバカが出ちゃったらもうちょっとな一つね確かにね勝ち筋減ってるしそうだね、うん、同じとこ行っちゃってるしガスさんのとこに出てた役職は何だったの俺はルックアウトだったかな今あっほんとに全員違う全然違う、ね、ああもうランダムだそっかそっか、そういうことかうん、ね、バカが誰とも被ってないドクターって言えばよかったけど後出しドクターはもう無理よなって思っちゃった後出しドクターきつそうだよねなんかそうよそうねいやでも平等じゃない結局はまあそうだけどなんか後で言うとやっぱちょっと嘘っぽく見えるな俺は嘘っぽく見えちゃうよねそうね嘘のこと多いし、ね、と割と自信ある人は先に言いたがるしやっぱりじゃあ行きましょうはいはいいや面白いだな面白いねテンポいいな怖い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 はいはいはい何を着てが欲しがってんななんか面白そうなの着てほしい、ね、はい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 まあ最初はそうねはいなるほどなスキップですあこれ、まあ、あこれスキップはい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 、はいはい、さてじゃあいやもう矛盾した時にもう何も言えないよな何も言えないねそうねしかもなんか2対1になった時の2の圧が強えんだもんそう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 怖いのよ怖いねうん怖いよ最初は即決でまあ見とこうかなまあこうするかうんある意味こういうこと考えたら殺さずにちゃんと役割をするって方がまだなんか矛盾は生まれにくいかもしれないそうだねそうなのかもしれないね、うん、難しいよインポスター難しいねおっとこれはまさか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 できてんのか大丈夫だよなさて
さあ。あ、もう時間？え？死ぬま死ねって。あ、バカだ！バカ死にがち。バカ死にがちだ。バカ殺されがち。途中のリアクションって分かんない。まさかまさかじゃねえんだよ。勝ちですね。え？勝ちですね。勝ち？出たガシャの勝ち確定。いやもう一旦聞くけど、はい、一旦聞くよ。あのスーパーマンさん、あなたレトロさん家に行きましたよね、普通に。え、俺行ってないよ。トラッカーで、あの足跡残ってますね。え、俺行ってないよ。いやだってもうバカ死んだじゃん。え？ガシャの目線からは確定ではあるね。そうっすね。ガシャさんこれやってない？まあやってる可能性もあるけど、俺からはそう見えますもん。確かに。これガシャやってんじゃないの？いやガシャやってる、これガシャやってると思う俺。お？俺バカか？え？ガヤスさんのなんだっけ、ドラッカー。バカはもういないよ。あ、そうか。あれっていうかさ、もしかしてトラバサミってインポスターに効かない？人間にしか効かないとかある？え、どういうこと？俺、いや、俺レトルトさん家にトラバサミ仕掛けたんですけど、はあ、あれなんか死んでたんですよ、あの人。誰にも誰もかからずに。え、待って待って、ごめんごめん、俺が間違えた。これ二人とも言ってる？え、俺レッツさん家でしょ。あ、だから俺は行った、うん、俺は行ってない。俺も信じるカートで見てた。いや、はあはあ、いやいや行ってます。え、俺もバカってことないよな。バカは一人。バカ2人だ。そんなわけない。バカは一人設定してる。そんなわけないもんね。バカ一人だよね、うん、設定で一人にしてる。ん、トラバサミに。俺トラップ仕掛けたつもりだったんですけど。おかしいね。でも行ってるよ。かかんないんだ、インポスター。俺行ってないな。ガチさんは、ガチさんはどっかに行ってるの？俺はスーパーマンの家に行って、あれなんか情報めちゃくちゃだな。ガチさんは俺の家に行ったの？行って、で、その足跡が、スーパーマンからレトサンチに向かってた。行ってます、行ってます。でも、ウシーはレトサンチにトラバサミを仕掛けてる。仕掛けました。あれ？おかしいことだ。行ってるはず。ってことは、俺が嘘ついてるってことになっちゃうのか。いや、でも、いや、え、インポスター以外に俺来てないの？誰も。え、ガチさんが嘘ついてたとしてもよ。まあ、俺は言ったんだけど、仕掛けに。ガチさんが嘘ついてレッツさんのところ行ってたとしても、うん、ウッシーのトラバサミに引っかかるはずだから。いやー、うん、そうなんだよね。でも俺は確実に殺してる。殺されてるから。本当に殺されたの？いや、殺されてる。俺生きてんのかな、ね、うん、生きてないの俺。生きてないじゃねえか、こいつ。まあ、でも俺の目線からすると、俺の霊体はうろうろしてる。わかるけど。あれおかしい。でも確かにね、スパンは絶対行ってるはずなんだよ、俺の目線から見ると。え、俺はウシーの家をルックアウトで見てたもん。ウシーは、え、最近とも嘘を言ってる？全員バカか？おい、お前らグルか？俺バカか？グルで俺殺したか？レッツさんはでも生きてんでしょ、これ。核海洋状態でしょ。核海洋状態なのかな？あれがどういうことだ？いや、でも俺から見るとガスさんの証言がそんなわけないの。俺、仮死状態なのかな？スーパーマンが言ってんだとしたら、少なくともトラバサミにかかってるはずなの。俺、だって本当に言ってないもん。でもだって死んでるじゃん、レトさん。実際に。ああ、そっかそっか。ああ、でもそっか。うん、俺は死んでるんだよ。だから。あ、そっかそっかそっか。すいません。そうだ。でしょ。だから、おかしい。インポスターをすり抜けるんだとしたら、まあ、辻褄は合うのか。インポスターすり抜けるんだとインポスターがすり抜けけるんだとしたらよ。うん。したら何の意味があるんだよな。俺がガチさんになるってことでしょ、これ。あ、ウッシーが。いや、インポスターすり抜け。いや、インポスターすり抜けるんだとしたら別にウッシー言ってることの信用性はないんじゃない？別にそこまでは。俺のトラバサミ誰もかかってないかかってないんだよ。ウッシーのトラバサミ一回もかかってないじゃん。そうだから俺死んで、いや、かかりはしかかってない。まあ前はあれか、インポスターには聞いてないんだよな、毎回。そう、あ、そういうことかね。でも、まあ、聞かないのかな、そのトラバサミ。そんなことある？人狼で言えばナイトなんじゃないの、これって。そうだね、いや、ナイトはどっちかっていうとドクターだと。ナイトはドクターなのか。そっか、助けれるから即復活ドクター、うん、何これ、どういうことだ。いや、そうなのかな。これでも、これもう終わりでしょ、だってこれ。これ、投票しないと終わりでしょ。投票する必要あるもんね。投票しないと死ぬもんね。そういうことだ。待ってくれ、俺の将棋だとそうなんだよ。俺から見たらもうスーパー間違いなく言ってんの。でも言っても、でも、でも俺からしたら俺は単純にガチさんになすりつけられてるようにしか思えないんだって。そうで、かかってないんだもんね。そうなんだよ。でも待って待って、え、いや、違うよ。あ、違う。いや、そっか。でも、スーパーの証言がおかしくなっちゃうな。二人とも、どっちを信じたらいいんだ、俺は。
じゃあインポスターはかかんないって考えでいいんじゃない、とりあえず。だって誰も言ってないんだから、実際そういうこと。もしかしたらそうなのかも。うん、インポスターがかかんないでって考えたらもうスーパーマンだけどね、ガチさんが。いや違くない、いやそう確定ではないか。だってさ、それガチさんが俺になすりつけてる可能性があるのに、まあね、うんうんうん、ガチさんがインポスターで俺に対して嘘言ってる可能性があるわけじゃん。このガチさんが嘘だったらかなりすごいんだよな、まあ、で他産地に行ってお前が殺したんだろっていう嘘を、そうだね、俺になすりつけてる可能性が全然あるから、全然俺確定じゃないと思うんだけどな。いや確定ではないね、ある確かに、まあ ね、それは間違いない、ね、俺本当にそのなすりつけだと思うんだけど。そう、そうかもしんないな。ルシーが殺しに行ってるとは思えないから。いやと言ってもな、そう、ね、俺から見たら足跡伸びる、ね、俺間違いなくトラッカーだからね。ルシーがややこしくしてるからな今。はいはい、すいません、かかってればよかったんだよ。インポスターも、いやなんか俺驚いたもん。俺バカなのかなって思ったらバカって出てきたからさ。なんでそっちだけじゃなくてこっちでも矛盾してんのよ。しかも俺がバカなことによってもよくわからんくなってるからな。めちゃくちゃになってるわ。あ、まあ、それでもそう、牛次第だよ。もう俺だってもうお互いの、確かに確かに、俺とガチさんもお互いに言うしかないか、まあ、そう、お互いのあれしかない。確かにな、もうガチさんからしたらもうスーパーマン確定だしね。そうですね、スーパーマンからしたら嘘ついてるからガチさん確定だから。これで牛次第だ。超すげえけどな。これで牛だったらすごい。やばいな。あれも確かにそうね。あれ俺仕掛けたのにみたいな、ああいうこと言って。そうそうそう。確かに。牛だったら相当すごいな。超すごい。いや。いやこの二人が同意してる時点でおかしいからね、はい、そもそも。そうね。いやでもちょっと微妙だね。やあーやられた、やられた、これはやられた、あぶねー、これはやられましたよ。うしい。バカバカバカ、やっぱりなんでバカバカになる。やっぱじゃあもう絶対がおかしいじゃないよ。バカバカ、引っ掛けてねえんだ、トラップ。やっぱそうなんだ、そうだったんだよ、おかしいんだよ。お前勝ちやすこの夫人。確かに俺は本当のこと言ってるんだって。でも今バカ二人いるって思ってなかったから難かった、普通に難かったね。そうね、意味わかんなかったもん。そう、俺も状況的に俺がバカじゃなきゃおかしいのに。そんなことあるんだね。そっか、いやバカにバカにあるじゃんね、普通に。そうね、だから1位入れてるけどこのランダムの中にはバカも入るんだ。最低1って意味なんだね。そういうことなんだ。そういうことか。これ面白いな、これもあるって考えるよね。いや前バカに出たことなくない？いや初めて。ないないよね。確かに。だからトラッパーは絶対ちゃんと発動するんだよ。いやさすがにそれはそうだよね。そうね、意味わかんないもんな。かっちゃんって俺架空のトラバサミ仕掛けてさ。そうのんきに殺せたわ、まあ、うん、勝手に狂人いるみたいな感じになっちゃってたもんね。そう、あれガチさんの推理正しかったからやだった。合ってたんだよ。いやーガチさんからするともう犯人を、もうガチさん一択だったよね、ほんと。俺には見えてたんだけど。いやまあできないよガチさん、さすがにあの嘘は無理だよガチさん。そう、俺もね大穴だったんだけどね。キューブが意外と堂々としてるからちょっと騙される感じはあった俺も。そう、うん、でも自分だったね。自分のトラバサミがさ。じゃあ最後に、はい、まさかラストですね、はい、あれ入れるんですね、ニュートラル。出たバカは入れないんだねこれ。この人数で第三勢力ニュートラル4ですよ。はい、じゃあお互いのもう何がニュートラル 4! いやだからあれですよ、あの第三者村ですね。どう画を通すかみたいな。やばい、シリアルキラー入れればいいんだけどね。そしたらシリアルキラー入れれば、はいはいはい、まあ同じことになるけど、まあ人は減っていく。うう、うん、はいはい、はい、いいですよ。一回シリアルキラー入れた方がいいのかな、どうなんだろう。全員特殊勝利条件みたいなことなんでしょ、うん、そういうことだね。まあいいですよ、まあ一回よこれやってみるわ、どうなるか分かんないけど、はい、はいはい、シリアルキラー入れなきゃいけないかもしんない。そうね、いろいろ変わってんだよな、まあ、働しないでできそうな気もするけどね、はいはいはい、ね、まあ、当然どうだったんだろうな、当然知らない役職なので。これそうね、インポスターとかの話じゃないんだもんね、はい、はいはいはい、まあそうね、だってこれさ殺し合いになる可能性あるってことでしょ結局。まあまあ、まあ、だから爆弾仕掛けてるやつもいれば、まあシリアルキラーいたら殺してる人もいれば、ま、魔術で当てる人もいれば、あ、はいはい、なんかそんな感じだよ、ね、相手の役職当てるやつね。あれだよね、あの殺しちゃいけないやつとかもあったような気がするな。あとなんか3回守れるやつとかもあるよ。あ、ほんとサバイバー、うん、なんか死ぬそうだな、なんか、うん、みんななんかじっくり選んでんのか、ね、殺す系の役職多いんだから。
やこれ難しいんでね、ちょっと待ってね。でも殺すの結構時間かかんなかった、シリアルキラー以外は。そうだったっけ。あ、まあ爆弾とかはそうだけど、魔術師は当てなきゃいけないし、あ、え、失敗したらしかも自分死ぬんじゃなかった、魔術師。そう、死ぬし、死ぬ、うん。どうやら、サバイバー、そうそう、どうやら勝てんだこのゲーム。これどうなるか。確かにこれサバイバーも最後まで生き残ったらって無理じゃねえか。どうなるどうなる。だからおた、あ、これなんかやられてる俺。大丈夫か。これってこれ何が起きてんの。いるじゃん。いるね。ガイさん何だったんだ。あ、え、わかんない。わからないのよ。教えてもらえないってこと、第三勢力は。何されたらこうなるんだっけ。いや、なんか殺し方によったりするんじゃない、役職の。これってなんか見れないんだっけ、なんかの役職で。いや、まあガスさん自身の役職がそういう能力持ちなのかな。なんか幽霊とかいなかった、ゴースト。あ、死んで死んだらなんかできるみたいなやつあったっけ。その死後強な、強まるね。そうね、みたいな能力あんのよ。なんか誰か殺せるとかなかった、それ確か。だからもうでも投票とかじゃない。このゲーム、これ能力の押し付け合いじゃん。次のターンいきなり家爆発するかもしれないでしょ。ボーマーはいる気がするんだよな。やだな、爆発やめてよ。だからサバイバーいたとしたら、もう次ボーマーいるかもと思って今守ってもいいんだよな、きっと。なるほど。誰がいるか覚えてないからな。やっぱ紹介もスキップだな。これ投票で殺すとかじゃないの。バカすんなよ。え、これバカ、え、この時間もバカすんの。もうバカするよ、ちょっと待って。あとガチマン幽霊は出てこないよね。ありえるありえる、それは。いやー、あー、そうか、呪い殺されるみたいな現象、ね、ね、ありますね。そういうか、あるよね。わからないっていうのはね、役職はわからないって出たもんな。わからないね。特定しろよ、何かや企んでるんだろうな。企んでると思うな。まあね、爆発する可能性めちゃくちゃ高いよ。爆発すんなよ。これ魔術師もちょっとリスクが高すぎて。魔術師もそうね、当てなきゃいけないからな。うんうんうん。ん？お？さあどうなる？もっと？大丈夫。何が起きてる、何、なんで、どういうこと。この時点で爆発しないんだったら。あ、本当だ。これもう意味わかんない。どういうこと。1対1やめろ。これどっちの勝ちになるのこの場合。わかんないじゃねえんだよ。いやマジすげえこと起きたって。もうこれどうすりゃいいのこれ。もうやりやれ。何それは。なんか時間、あ、そっか。あ、そっか、議論タイムか。昼になって。いや、これ投票する意味ないでしょ、これ。投票、お互い見ないスキップ。もういい、スキップ、スキップ。お互いやりやれ。え、これ、なんか夜なんかされないよね。実家に帰らせてもらいます。ほんと、もう。もう、すごいこと起きてるよ。大丈夫？これ、どう？え？どうなるかわかんない。これどうもならない。すごいこと起きてる。すごいこと起きてるってどういうことなの。なんかすごいこと起きた気がする。わかんないけど。いや、わかんない。俺視点だと俺が勝つ可能性も全然あんだけど、な、はい、あっちが何企んでるかわかんないから。え、何を企んでるかって。俺もそうなんだけど。これどうなんだろうね。俺も同じ視点なんだけど。ん、え、ちょっとこれどうなんだ。これもしかしたら俺が蘇る可能性もあるよ。わかんないよ。あ、なるほど。あんな、え、何これ。え、どういうこと、うん、え、どういうこと、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。おはよう。あれ取れない。え、どういうことだ。え、どういう、なんで、なんで、すまん、何にやられた。わからない。わからない。え、俺がただ全員殺してもた。これ、え、これ、みんな何だったの？何これ、何これ。これね、多分なんだけど、全員シリアルキラーですか？そう、全員シリアルキラーで、レトルトさんにもこれ貼りますよ。初日の結果を。あ、なるほど。すごいことになってますよ。え、何、何、何。貼ります。
ていうか俺もともとはシリアルキラーじゃなかったんだけど、ね、違う、わかん、でも見て、あーなるほど、そういうのがあんのか、ディスコ俺初日全員来たと思うよ本当だ、いっぱい殺されたことって、やばーやば、殺されて殺されて盗まれて、 で俺怪盗だったのあ、そういうことね、俺がさんのシリアルキラーを盗んだんだけどだって死んでるのにもう一回刺されたんだ俺2日目2人が俺を殺しに来た死んだ俺をさらに刺したやつがいる、死んだ同じ、もう2回ガスさんに、ガスさんからすると2回殺された後顔取られてるから顔剥がされてるんだ、とんでもない悪人がこれはあれなのかな、ウシーにシンプルに負けたの、負けた何の理由もなくそうね、ただ負けたっていう、多分殺し合って負けたんだよお前最後